式典に先立ちまして、高千穂中学校3年生による九州中央自動車道の整備への思いを乗せたビデオメッセージを放映させていただきますので、ご覧いただきますようお願いいたします。また、会場入り口付近に九州中央自動車道の事業概要などをパネルにして展示しております。ぜひご覧ください。私たちの住む高千穂町は神話と伝説の町、深い森と渓谷は訪れる人を異空間へと誘います。私たちの大好きなふるさと高千穂町でも、この町でも人口の減少が続いています。この町を守り、未来へとつなぐ道路の建設が始まるそうです。町の中にある私たちの町は、山や深い谷を抜け道路が走っています。でも延岡や熊本県へとつながる道路は、地震や大雨、台風による土砂災害、そして冬場は雪で通れなくなる時があります。もし急な病気になったらどうなるのだろうと不安になります。そして将来進学して大学に行ったり、宮崎市内や福岡で働くことになったら、大好きなふるさとになかなか帰ってこられないかなと寂しい気持ちがします。九州中央自動車道がつながったらどうなるのだろう。どんなことをしたいだろう。高千穂町はどうなっているのだろう。そんな夢、そして道路ができたらやりたいことを、高千穂中学3年のみんなで話し合いました。高千穂雲海橋が開通したら将来の可能性が広がる。九州中央自動車道が完成したら短時間でラグビー旅行に行きたいです。道路ができたら福岡に野球を見に行きたい。野球が大好きだから。九州中央自動車道が完成したらどんな未来になるのだろう。ワクワクした気持ちになります。そして今よりもたくさんの人に来てほしい、そんな夢も広がります。観光客が増えて、この町のことをもっともっとたくさんの人に知ってもらえれば、この町に移り住む人が増えるかもしれません。九州中央自動車道が開通したら、いろんなとこから観光に来てほしい。お願いします。高速道路を使って岩戸に来てね。岩戸神社、天の安川原があるよ。楽しいバイ。高千穂にたくさんの県から観光客が来ますように。そしてもっと高千穂が賑わいますように。九州中央自動車道がつながれば、もっと暮らしやすい町になるし、この町に住みながら熊本でも延岡でも高千穂でも働けるようになると思います。そう、九州中央自動車道は高
高千穂の町の未来へとつながり、私たちの夢をつなぐ希望の道路なのです。早く高千穂を迎えましょう。大変お待たせいたしました。本日はお忙しい中、九州中央自動車道高千穂雲海橋道路中心区有地式にご臨席を賜りまして、誠にありがとうございます。また、新型コロナ感染防止対策にもご協力いただきありがとうございます。当会場におきましては、延岡保健所のご指導のもと、感染防止対策に万全を期しております。本日ご登壇いただく皆様におかれましては、前方座席との距離も十分確保してございますので、ご挨拶いただきます際にはマスクをお取りいただければと存じます。よろしくお願い申し上げます。私は本日の司会進行を務めさせていただきます、延岡河川国道事務所の大坪千夏と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それではただいまより九州中央自動車道高千穂雲海橋道路中心区有地式を開催いたします。まずはじめに事業者を代表して藤巻博之国土交通省九州地方整備局長より式辞を申し上げます。皆さんおはようございます。事業者を代表いたしまして、ただいま紹介のありました、私九州地方整備局の藤巻より高千穂雲海橋道路の中心区有地式の開式にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げたいと存じます。本日は大変ご対応のところ、河野宮崎県知事並びに国会からは江藤先生、長友先生、松田先生、そして地元の甲斐高千穂町長、佐藤日の影町長、また県議会から中野議長をはじめとして先生方、沿線の市長、町長、議会の皆様方、並びに経済界をはじめ、私どものお仕事をこれより応援していただいている皆様方、これだけ多くの方々にご臨席を賜り、この会を開催させていただきますこと、改めて御礼を申し上げたいと存じます。また冒頭司会からもお話がございました通り、コロナウイルス感染症対策ということで、入場の際の検温でございますとか、いろいろご参加いただいた方にはご不便をおかけしたところでございますし、本来であればもっと大勢の方々をお招き申し上げて、この会を開催すべきところ、これだけの人数に絞らせていただいたことを、まずはお詫びを申し上げたいと存じます。本当にこのような会を迎えることできましたのは、皆様の日頃からのお力添えの賜物、他になりません。九州中央自動車道、九州自動車道と東九州自動車道を結ぶ本当に重要な幹線道路でございます。地域の経済活性化、人と物の交流の活発化、
平常時はもとより災害時においても人物情報を運んでいく、そういう極めて重要な道路だと認識をしているところでございます。新型コロナウイルスの感染症の拡大の関係で私自身お邪魔することが叶いませんでしたが、昨年8月には日の陰深澄インターから平底インターの間の約 2.3 キロ開通をさせていただきまして、これまでで全体延長の約3割31キロが開通しているところでございます。その昨年8月の開通によって時間短縮効果っていうのはもちろんあったんでございますけども、合わせまして深澄インターチェンジ近くは通学路になっていると伺っておりますが、その通学路が地域の安全が確保されたというようなありがたいお言葉も頂戴しているところでございます。またこの中央道が伸びるにつれまして、沿線地域で産出される例えば木材、これがですね細島港あたりまで運ばれまして、地域の産業振興あるいは就業機会の増加、こういったものにつながっているというお声も頂戴しているところでございます。本日のこの中心区有地式の後、高千穂雲海橋道路につきましては本格的な測量に着手をいたします。また併せて先月20日に成立していただきました補正予算を活用した道路設計、これを進めていきたいと思っております。その後には先祖伝来受け継いでこられました貴重な用地、これをご提供いただくような場面も出てくると思います。地域の皆様のご支援ご協力を引き続き賜りますよう心よりお願い申し上げます。私どもといたしましては、激甚化頻発化する自然災害を受けまして強靭な道路ネットワーク、これが非常に重要でありますし、地域から寄せられるお声がますます強くなっているということをひしひしと感じているところでございます。皆様のご理解ご協力賜りながら、今後とも精一杯道路整備を進めてまいりたいと思っておりますので、引き続きのご支援ご協力をよろしくお願いいたします。結びとなりますが、本日ご列席の皆様方のますますのご健勝並びにご当地沿線地域のますますのご発展、これを心からご祈念申し上げまして、事業者を代表しての冒頭の挨拶に変えさせていただきます。本日は誠にありがとうございます。そしてこれからもよろしくお願いいたします。続きまして、主催者を代表いたしまして、河野俊嗣宮崎県知事よりご挨拶申し上げます。失礼します。本日皆様ご出席のもとでこうした中心杭打ち式をできますことを大変嬉しく思っております。ここに至るまでの藤巻局長をはじめ国土交通省の皆様、また本県選手の国会議員の先生方、そして沿線自治体関係者の皆様、また道づくりを考える女性の会の皆様、すべての皆様の後押しがあっての今日の杭打ち式であります。また一歩この中央道の整備が進むと、そのことを皆様と共に確認をし、お祝いができること、心より感謝を申し上げます。コロナの影響の中でこう人数を絞ってということではありますが、でもこういう状況の中であってもですね、10年先20年先を見据えて感染防止対策を徹底をしながらこう事業を進めていくんだ、そういう意味において非常に重要な杭打ち式であろうかと考えております。少しコロナの話をさせていただきますと、今日発表分も残念ながら過去最多に迫るような数字になっております。今全国で感染急拡大をしている状況があります。引き続きですね、県民の皆様協力をいただきながらぐっと抑えていかなくてはならない。
ただこれまでの第5波とは違う状況があるということはご理解をいただきたいと思います。ワクチン接種が進んでいる、薬、飲み薬も開発をされている、そしてやはり注目すべきはこのオミクロン株、極めて感染力は強いんですが、重症化は比較的今までのものと比べるとしにくいというものがあるということであります。先行して拡大をしたイギリスや南アフリカにおいても圧倒的にそういう重症なり死亡される方が少ない。沖縄などは今療養されている方が1万人ということですが、そのうち重症者は 0.4% と、これまで比べると圧倒的に少ないということであります。じゃあ大丈夫かと、風邪と同じじゃないかというと大間違いでありまして、今圧倒的に若い世代、特にこの成人式の規制等を中心に若いグループでの感染が拡大をして、今本県も半数が20代であります。だからこれが高齢者だとか基礎疾患を持たれた方に広がっていくとどうなるかというのはまだまだ分からない部分がありますので、県民やはり緊張感を保ってこれを徹底的に抑えていかなくてはならない、そういう状況であろうかと思います。ただそういう状況下にあっても、さっき言いましたように将来を見据えた取り組みをしっかり進めていくこと、特にこの中央道が防災面、医療面、経済面、大きな役割を果たすということは我々にたびたび確認をしたところであります。昨年も宮崎市内海での土砂災害などがあったということは記憶に新しいところであります。あれが高速道路が整備されてバックアップ道路があればもっと違った状況があったということもあります。医療という面でも今もちろんこのコロナも含めて大変重要度があるわけです。それから経済ですね。経済という時に我々この中央道を考えていく上で追い風がございます。熊本にTSMC半導体工場が整備をされるということがあります。この中央道から少し離れた場所ではありますが、これは熊本に大きな工場ができるということだけではない、今国家的プロジェクトとしてですね、この経済の米といわれる半導体の生産を強化をしていこうという国家プロジェクトとして、ここに4000億を投じてですね、しっかり進めていこうということでありまして、それに向けての九州全体のこの高速ネットワークを整備していく必要性が一段高まったのではないかということを考えております。熊本と宮崎だけのということであるし、九州全体の、そしてやはり国家的な位置づけの下でのこの中央道の整備もですね、さらに進めていかなくてはならないということを我々声を大にして進めていきたいというふうに思っております。先日先生方のお力添えをいただいて、補正予算、防災減災、国土強靭化の予算もですね、さらに積み増しがなされ、そしてこの中央道にも配分がなされるということで、大変心強く思っているところであります。これからも力を合わせて財源を確保し、そして位置づけの高まった中央道の整備に向けてですね、一日も早い整備に向けて力を合わせてまいりたいと考えております。皆様のご協力を心からお願い申し上げ、私はこういう道路の整備の大会の時はですね、道づくりを考える女性の会の皆さんと気持ちを同じくしようと思って、大体ピンクのシャツと赤系統のネクタイをすることにしておるんですが、今日は金環玉玉の解禁にちなんでそういう色にしております。さまざまな課題も忘れずにこのコロナの中でですね、進めてまいりたい、そういう思いを共有をして、御礼のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございます。それでは本日ご臨席賜りましたご来賓の方々よりご祝辞を賜りたいと存じます。はじめに衆議院議員江藤拓様、お願いいたします。皆様こんにちは。非常にですね、こういうのは大好きであります。もう長い歴史が私の頭の中を走馬灯に駆け巡るわけでありますが、かつてはですね、 B by C との戦いでした。あなた方はよく知ってると、人が通らんようなところに高速道路を作るのはまさに国賊のなせる技であると、テレビのワイドショーまでですね、めちゃくちゃに叩かれました。南道路に
カラスが止まっている映像が流されて、見てくださいと、カラスが道に止まってますよと、全く車が通らないんですと、こんなところに高速道路を延伸して、そして北九州までつなげようと、ましてや熊本までつなげようと、何を考えてるんですかねと、むちゃくちゃに叩かれました、我々地方の人間は。しかし一致団結して今日までやってまいりました。平成30年には五ヶ瀬から高千穂まで 9.2 キロ。これについてはもうほぼほぼ調査終わったのかな、用地場所終わったのかな、ということだな。ということであれば、いよいよ本格的に今年度中には事業に着手ができる。そして蘇葉から五ヶ瀬間は 7.3 キロか。これについてもですね、今調査設計、そして溶媒が進んでいる。そして今日は高千穂から雲海橋まで 3.3 キロ順調に進んでいます。皆様方はこの地区しか見ないから、なかなか 30% だなと、少しずつだなと思われるかもしれませんが、他県の未整備の地区と比べると採択率は極めて高い、どんどん進んでいる。他の県からはですね、羨ましいと言われてますよ。これは先人の努力、そして今日ここにお越しをいただいた皆様方、知事からお話がありましたようにですね、知事を先頭に国会議員も頑張りました、県会議員の先生方も頑張りました、沿線の自治体の皆さん方も頑張りました、そして民間でも経済界でも女性の方々もですね、本当に国土交通省ではまたあの発表来た人が来たと、まあ、嫌がられてるわけじゃないですよ、有名だと言われるほどですね、自分の自腹で東京まで来て運動していただきました。本当に皆様方の努力の結晶だと思います。地方は人口が流出し、そして高齢化も進み、苦しい現状はあります。しかし我々はこのふるさとを守らなければなりません。今 SDGs とかそういうものが言われますけれども、地域が次の世代にこの地区の伝統や文化を受け継ぐためには、何としても距離は縮められなくても時間を縮める、利便性を高め、医療や教育やさまざまなものがですね、この地区でも享受できる、そういう体制を築かなければなりません。そのための道路整備であって、これからさらに加速度的に進めていただきたいということをですね、お願いをしたいと思います。私どもも懸命に努力してまいります。これからも一致団結して頑張ってまいりましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、衆議院議員長友真嗣様、お願いいたします。改めまして、長友真嗣でございます。本日は九州中央自動車道の高千穂雲海橋線の中心区域式のが無事に執り行われますことを心よりお喜び申し上げます。東九州自動車道と九州縦貫自動車道、その東西を結ぶこの中央自動車道が通していこうというようなことの構想を最初に考えられたときは、まさに夢物語だったというようなことをお話を伺ったことがあります。もう50年近く促進活動を関係者の皆様がご尽力されたおかげで、こうやって本日は高千穂雲海橋道路の区域しかできるということに、心から県北出身の人間としまして感謝を申し上げたいと思います。これまでのご活動に本当にありがとうございます。私は日頃より日本の基盤は地方にあると、地方が豊かにならなければ日本の明るい未来はないということをお伝えさせていただいております。これからの日本の政治は、地方を強くする政治、地方を豊かにする政治を取り戻すと、その心は、この日本を支えているのは私たち地方の人間であり、その中でも里山を守っていただいている、中山間地域の暮らしを守っていただいている皆様のおかげだということを実感しております。
今私は延岡に住んでおりますけども、この五ヶ瀬川上流の日の陰高千穂五ヶ瀬の皆様がしっかりと山林を管理していただいている、そして里山での暮らし経済活動を行っていただいていることこそが下流で住む私たちの安心安全につながっているということも実感しております。このようにこの広域でこの九州の県北一体となってこの地域を盛り上げていくことで、人口減少中山間地域の皆様の人口減少にも歯止めをかけていきたい、産業を発展させていきたい、そして木材関係の輸出に関しましても、その輸出量物流を充実させて発展させていきたい、私も取り組むべき課題がたくさんございますけども、皆様と一緒に取り組んでまいりまして、この県北の発展に尽力してまいりたいと思います。引き続きご指導いただきましたことをお願い申し上げまして、私も皆様にお役に立つことをお誓い申し上げまして、本日のご挨拶とさせていただきたいと思います。本日は誠におめでとうございます。ありがとうございました。続きまして参議院議員松下新平様、お願いいたします。失礼いたします。本日は高千穂雲海橋道路の中心区域式が盛会に開催されますことをまずお喜びを申し上げます。これまでお話がありましたけれども、ご列席の皆様、そして会場の都合で来れなかった方々、他界された方も含めて、これまでの皆様のご尽力に心から敬意と感謝を申し上げます。正月を迎えまして、各地で県内行事がございました。私西臼杵に参りますのは今回が初めてとなりました。ですから、昨日のうちに、高千穂に参りまして、先輩同僚の皆様と、感染防止をしながら会食をして、そして、高千穂に泊まり、そして今朝は高千穂神社にお参りしてこちらに参りました。コロナ禍で本当にご苦労されている飲食店の方、また園芸施設の価格が暴落している、そんな話も伺いながら、17日からの通常国会に皆様の声をしっかり届けていく再認識をしたところでございます。コロナにあって地方のこれまでのさまざまな課題がある中で、立ち止まって今一度地方の良さ、一人一人を考える時間も与えられたと思います。その中で今回道路の整備開通が地方にとって、この地域にとってどう生かせるか、そのことをですね、今全線開通の前にしっかり青写真を描きながら、整備も並行して行いながら、皆様と一緒に取り組んでまいりたいというふうに改めて思ったところでございます。本日のご盛会誠におめでとうございます。ありがとうございました。続きまして、宮崎県議会議長中野和則様、お願いいたします。おはようございます。高千穂雲海橋道路中心区域式、このように盛大に開催されますことを心からお喜びを申し上げます。本日は県議会から地元西臼杵延岡、そしてまた関係委員長来ておりますが、代表してご挨拶を申し上げたいと思います。まあ、ここに来るまでは先ほど来大変な時間がかかったという話がございました。お集まりの
皆様方をはじめ多くの関係者の皆さん方のご尽力があってこのような儀式になった、このように思うところであります。心から敬意と感謝を申し上げたいと思います。この中心杭打ち、私も慣れないことですから聞きました。これから何をするんだろうか。中心杭をずっと図面にあった設計になったものをずっと打っていって打つ、それがまずの仕事らしいです。中心杭を打てば道路幅、乗り面、いろいろ出ますよね。そしてそれを設計をして道路の形に設計をして、そして土地の買収が、そしてそれから工事ですからね。今までも時間がかかりましたが、これからも相当な時間が予想されます。その相当の時間を1年でもいいですから短縮していただいて、そしてこの高千穂西臼杵も高速の道路の時代を迎えるように、そして延岡熊本間が完成して、先ほどにあります通りいろんな物流がよく行くように、そのことが地域の発展につながる。そのためにも繰り返しますが、1年でも早い完成を目指して、さらに関係者の皆さん方のご尽力をお願いを申し上げ、お祝いの言葉とさせていただきます。終わります。ありがとうございました。それではここで本日ご臨席の皆様をご紹介させていただきます。本来であればご来賓の皆様お一人お一人からお言葉をいただきたいところではございますが、時間の都合もございますので誠に恐縮ではございますが、ご紹介をもちましてご挨拶に変えさせていただきたいと存じます。お名前をお呼びいたしますので恐れ入りますが、その場でご起立をお願いいたします。参議院議員長峰誠様代理、田中千歳様でございます。はい、皆様本日はおめでとうございます。宮崎県議会議員商工建設常任委員長日高陽一様でございます。本日はおめでとうございます。宮崎県議会議員佐藤正弘様でございます。はい、本日はおめでとうございます。宮崎県議会議員井本秀夫様でございます。ありがとうございます。宮崎県議会議員太田正海様でございます。はい、おめでとうございます。宮崎県議会議員川野哲也様でございます。宮崎県議会議員田口雄二様でございます。ありがとうございます。延岡市長読山陽次様でございます。ありがとうございます。頑張って参りましょう。延岡市議会議長本部安利様でございます。一丸となって頑張りましょう。五ヶ瀬町長原田俊平様でございます。はい、本日はおめでとうございます。五ヶ瀬町議会議長甲斐正邦様でございます。おめでとうございます。頑張ってまいりましょう。高千穂町議会議長坂本博明様、並びに町議会議員の皆様、福
副町長様、教育長様でございます。日の影町議会議長、一水照明様、並びに副議長様、副町長様、教育長様でございます。ありがとうございます。九州中央自動車道西臼杵利用建設促進まちづくり協議会会長、小島正明様でございます。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。宮崎県商工会議所連合会会頭、メラ・ミツノリ様でございます。おめでとうございます。続きまして、主催者側の紹介をいたします。挨拶を行いました出席者についての改めての紹介は差し控えさせていただきます。会宗行高千穂町長でございます。ありがとうございます。佐藤光嗣日の影町長でございます。本日はありがとうございます。本日はただいまご紹介しました皆様以外にも各方面からご臨席いただいております。大変恐縮ではございますが、お手元に配布させていただきました配席表をもちまして、ご紹介に変えさせていただきたいと存じます。本日の中心食い打ち式に際しまして、各方面から祝電を頂戴しております。時間の都合上、誠に恐縮ではございますが、そのうち一通のお祝いメッセージを紹介いたします。九州中央自動車道国道218号高千穂雲海橋道路高千穂インターチェンジ雲海橋交差点の中心食い打ち式の開催、誠におめでとうございます。今後の貴重な土地のご提供や本格的工事に向けて、地権者の方々をはじめ、高千穂町、日の影町及び宮崎県の関係の皆様、さらには国土交通省九州地方整備局、とりわけ工事を担当している延岡河川国道事務所の皆様に心からお喜びを申し上げます。本道路の整備により、現道の事故多発箇所などを回避して、災害時の支援道路として高速道路ネットワークを形成し、救急医療活動の支援、現道の老朽化による通行止めリスクの回避など、地域の安全・安心の向上に大きく貢献することが期待されます。私は昨年9月の豪雨で、宮崎市と日南市を結ぶ国道220号や JR 日南線が寸断された被災地に伺いましたが、災害時の道路ネットワークの重要性について身に染みて実感したところです。さて、昨年の12月20日に岸田新内閣において新たな経済対策である補正予算を成立させ、道路ネットワークの整備や老朽化対策を含む防災、減災、国土強靭化も大きな柱の一つと位置づけ、2兆円規模の公共事業予算を盛り込みました。また、12月26日には、令和4年度予算の閣議決定もされ、補正予算と相まって、さらにインフラ整備が推進されていくものと期待されています。結びに、本事業が円滑に進み、今後の工事が安全に早期完成することをお祈り申し上げますとともに、地域のさらなる発展と、関係の皆様方のますますのご健勝とご活躍を心よりご祈念申し上げ、祝辞といたします。令和4年1月吉日、参議院議員足立俊之。その他、宮崎県商工会議所連合会、会頭
メラ・ミツノリ様。頂戴しましたご祝電は会場入り口付近に掲示させていただきます。この場をお借りして御礼申し上げます。それではこれより九州中央自動車道高千穂雲海橋道路の中心杭打ちを執り行います。中心杭打ちを行っていただきます皆様は、お名前をお呼びいたしますので、係の者から手袋をお受け取りになり、ステージ前の中心杭の前にお進みください。なお、中心杭の前に立たれましたら、マスクをお外しいただきますよう、よろしくお願いいたします。河野俊嗣宮崎県知事。衆議院議員、拓様。衆議院議員、長友慎二様。参議院議員、松下新平様。参議院議員、長峰誠様、代理、田中千歳様。宮崎県議会議長、中野和則様。甲斐宗行高千穂町長。佐藤貢日の影町長。高千穂町議会議長坂本博明様。日の影町議会議長一水照明様。道づくりを考える高千穂女性の会会長木田悦子様。藤巻博之国土交通省九州地方整備局長。そして本日の中心杭打ち式のお手伝いに、宮崎県のシンボルキャラクター、宮崎県のムーちゃんが駆けつけてくれています。ムーちゃん、どうぞ。出身は当然宮崎県。頭には宮崎県の木フェニックスを乗せ、ちょっぴりお茶目で好奇心旺盛、楽しい宮崎が大好きな元気いっぱいの行動派。本日はそんなムーちゃんが中心杭打ちのお手伝いに来てくれました。それではいよいよ中心杭打ちを行っていただきます。どうぞ掛け合う台からお取りください。ここで写真撮影を行います。報道関係の皆様、どうぞ前にお進みください。中心杭打ちを行っていただく皆様、どうぞ掛け合を軽く中心杭に当てて、ポーズをお取りください。
写真を撮られた方は元の位置へお戻りください。よろしいでしょうか。では私が3、2、1、よいしょと合図をいたしますので、よいしょに合わせて中心杭を軽くお打ちください。掛け屋を軽くお上げください。それでは参ります。3、2、1、よいしょ。ありがとうございました。食い打ちをされた皆様は掛け屋を台にお戻しください。本日令和4年1月15日九州中央自動車道高千穂雲海橋道路の最初の中心杭が打たれました。会場の皆様、今一度盛大な拍手をお願いいたします。お手伝いいただいたむーちゃんが退場します。むーちゃんありがとう。それでは最後に主催者を代表して甲斐宗行高千穂町長より謝辞を申し上げます。ご紹介いただきました高千穂町長の甲斐でございます。地域を代表し一言御礼を申し上げます。本日は衆参両院の国会議員の先生方、また河野宮崎県知事、中野県議会議長様をはじめ多くのご来賓の皆様に花を添えていただき、新型コロナの感染拡大防止の観点からさまざまに制約はございましたが、ここに高千穂雲海橋道路の中心杭打ち式が挙行できましたこと、心より厚く御礼を申し上げます。また本日はコロナ禍の中で心配をしておりましたが、事業を進めていただいております九州地方整備局の藤巻局長様、富山道路部長様にもご出席をいただくことができ、誠に嬉しく思います。この九州中央自動車道は先ほどからお話がありました通り、地域の農林業をはじめとする産業、医療、防災、観光といったすべての面において、この県北地域になくてはならない宝の道でございます。昨年8月21日には高千穂日の陰道路のうち日の陰町深住から平底間 2.3 キロ区間が開通し、すでに開通をしておりました雲海橋平底間 2.8 キロと合わせ全 5.1 キロの全線が開通をいたしました。高速道路の整備を悲願として取り組む私たちでありますが、身近な高速道路が開通し、日々の暮らしの中でその整備効果を改めて実感するとともに、未整備区間の一日も早い整備を切望する気持ちをさらに強く持ったところであります。この西臼杵管内でも令和2年度には熊本県との県境をまたぐ蘇葉五ヶ瀬道路 7.9 キロ区間が事業化されるとともに、待ちに待った五ヶ瀬高千穂道路
9.2 キロ区間の着工も近いと伺っており、地域住民の高速道路にかける期待や整備協力への機運もますます高まっているところでございます。私たちは今後とも九州中央自動車道全95キロの早期全線開通に向け、未整備区間の早期事業化、また進捗区間のに対する十分な予算確保等、沿線地域官民一体となってさらに声を上げ取り組んでまいりたいと思いますので、ご出席の皆様方のご理解とご協力を強くお願いを申し上げます。結びに、さまざまに調整準備等ご尽力を賜りました九州地方整備局延岡河川国道事務所の会所長をはじめ関係者の皆様方に御礼を申し上げますとともに、ご出席をいただきました皆様に感謝の意を表し謝辞とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。ご来場の皆様、本日は九州中央自動車道高千穂雲海橋道路中心杭打ち式にご臨席を賜りまして誠にありがとうございました。以上をもちまして、すべての式典を終了させていただきます。なお、皆様お時間の許す限り、どうぞ中心杭の前で記念に写真をお撮りください。